今6節7節見ましたけども、5節の後半のところには、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからですって、まさに今日のメッセージの通りだなというふうに思いますね。本当に旧約聖書も新約聖書もつながっている神様の言葉ですね。それではこの今日の恵みの秘訣、神の御手の下にへりくだりなさいということですから、じゃあ御手の下、御手ということは分かった、じゃあへりくだるってどういうことだろうか。へりくだる、別な言葉で言うと謙遜になるということですが、へりくだる、謙遜、謙遜というと日本人として私たちは時々、ちょっと間違った謙遜の仕方をします。あなたって素晴らしいわねなんて言われると、いやいや私そんなことありませんっていう意味ですね、いや私はできなくて、私バカで、私はなんてですね、こうどんどん自分を悪く言うことが謙遜だと思ってしまう。もうそれが方程式みたいにですね、謙遜になれって言うと、もうことさらに私はダメなんです、私はダメなんですって言えばいいみたいな風になってしまう。これ間違った謙遜の仕方ですね。へりくだる、謙遜になるとは、自分を卑下することではなく、そして自分はダメだって卑屈になることでもありません。へりくだる、謙遜になるとは、正しい自分を、自己認識をするということです。正しい自己認識、自分は本当にこういう人間だなと、私は私以下ではない、でも私は私以上でもない、私はこういう私として作られた、創世記から学びましたよね、私は神様によって作られたものだ、私以下でもない、私以上でもない、これが大事なわけですよね。この以下に考えると、いや私ダメです、ダメなんですって自分をことさらにこう低く見る、これ良くないですね。じゃあ上げていこうかなんていうふうに思うとですね、私以上になって高慢になって、私の小指は腰より太いなんて言い出す、そういうふうにちょっと私以上になって高慢になってしまう。じゃあ私が私であるという、この私ってどの辺でしょうか。この私って何者でしょうか。それが正しい位置を知る、この正しい位置に立つということが本当の謙遜です。で、じゃあ正しい自分の位置を知る、正しい自分を知るということのために、皆さん今日鏡を見てきましたか。どうして鏡使うんですか。それは自分をよく見たいと思って、自分の顔をよく見たいと思った時に、頑張っても自分の顔は見えないからですね。鏡を使わないと自分の顔なのに自分で見れないんですよ。自分のことを自分がよく知ってるって思うかもしれませんけども、いいえ、鏡を使わなければ自分の顔がどんな状態か、この辺にご飯粒がついてたって鏡を見なかったらわからない、そうじゃないですか。同じように自分はこういう人間だ、この位置に
立つべきだ、こういうふうに生きるべきだって自分を正しく知るためには、絶対鏡のように私たちを教えてくださる神様が必要なんですね。自分で一生懸命考えたり、自分でこういう人だなって思っても、自分はで自分はよく実は見えていない。だから自分以上になったり以下になっちゃったりするんじゃないですか。じゃあ見えている誰かに聞こうって思っても、その周りの人がどれだけ全部を知っているというのでしょうか。そしてどれだけ正直に言ってくださるというんでしょうか。褒めたりけなしたり、人っていうのはそういうもんですね。でも私たちを的確に、そして以下でもなく以上でもなく、そしてありがたいことに愛の目を持って私たちを教えてくださる、映し出してくださるのは誠の神、私たちを作ってくださった神以外にないんですね。そのために絶対私たちは神様に向かい合って、神様に向かい合った時に神様が分かるだけでなく自分が分かるんですね。でも自分が分かるだけでなく、どういうふうに生きていったらいいかということを教えていただける。じゃあどういうふうに神様に向かう、神様にその鏡を映し出していただくっていう、どういうふうに映し出されるんでしょうか。聖書を読めば分かる、お祈りする、それ大事ですね。あとそれらは私たちの人生や毎日の生活の中で神様が、あなたはこうですよと語りかけてください。それで映し出された時に、うわーっと言って逃げ出して見ないふりもできるでしょうが、神様に従っていく、神様の御手の下にへり下り続けるという、そのことを神様が進めて私たちに教えているんですね。特に十字架を背負う時に直面させられます。十字架を背負うということで、いじめられる時、ひどい目に遭う時、このレハブアムをひどい目に遭う時に、その自分ということを、そしてどう生きるべきかということをすごく考えさせられますね。私が高校3年生の時にいじめ、うわーという時がありました。私はいじめっ子にもなったことがあるし、いじめられっ子になったこともあるんですね。で、高校3年の時に、生徒会の風紀委員長になったんです。で、その学校の、伝統として生徒会主催のいじめがあったんですね。上級生徒が下級生徒に難癖をつけていじめて、いじめて、もう泣くほどまでいじめて、そして上級生の言葉は絶対だっていうふうに教え込む行事があったんです。で、その先頭を切るのがこの風紀委員長だったんですね。で、その役割が私に、こう任せられた時に、私はその時クリスチャンになっていたので、それは伝統だけれども、そしてすごくみんなに求められているけれども、クリスチャンとしてやってはいけないなということでやらなかったんです。そしたらどうなったと思いますか。みんなからソース感を送ったんですね。3年生が、上級生が文句を言うのは分かるような気がしますでしょ。2年生も文句を言ったんですね。私たちが1年の時にやられたのにって。そしてまたこう先輩風を吹かす機会が始まったと思ったのに、この伝統ここでやめるなんてって2年生も怒ったんですね。
じゃあ1年生はどうかっていうと、1年生も先輩たちが文句を言う人を悪いやつなんだろうなってやっぱり思うんですね。だって3学年あって3分の2が私をですね、もうひどく非難したので、わけのわからない1年生も、ああ悪いやつなんだろうなって思ったんですね。その日以来、私は全ての人間が敵だって思いましたね。本当にまず挨拶してくれなくなった、声をかけてくれなくなった、私が声をかけてもよそよそしくなった、そして、玄関で内履きと外履きを変える、その下駄箱の中 でこう履き替える時に、中に画鋲を見つけた時に、ああ危険が迫っている、なんと私は憎まれてるんだろうって思ったんですね。でその人っていじめられていくと、自分自身がいじめられるにふさわしい人間じゃなかろうか、自分はダメな人間だからいじめられるんだなっていうふうに、だんだんとこうおかしくなってくるもんなんですね。でも本当に幸いなことに、私はこの時イエス様を知っていた、イエス様を信じていたので、普通に暮らすことができたんですね。私がどんな仕打ちを受けたとしても、神様に忘れられていない、愛されてるんだって思うことができたんですね。そして歴史を見ると、迫害されて、そして殺されるまでもう殉教していった歴史上の多くの信仰の先輩者たちを思ったんですね。そうだ、そんな私がちょっといじめられるぐらい本当に殺されていった信仰の先輩者たちは、ハレルヤって言って死んでったじゃないかって思った時に勇気が湧いてきたんですね。そしてその信仰の先輩者だけじゃない、イエス様ご自身がどんなに迫害され、いや裏切られても、痛めつけられても、それでも進んで十字架の道を進んでってくださった、愛を貫き通してくださった、そのイエス様にものすごく励まされて、そしてそうだ十字架の道だ、迫害をされた殉教者たちもイエス様のようになれるんだったらこんな嬉しいことないって言ってたじゃないか、今伊藤先生もこれで電話でつながっていますけども、伊藤先生がそのメールの中で、無事手術が終わりました、感謝します、でも、麻酔が切れて痛みが始まります、でも十字架の見苦しみを思いながら、思いながら、なんて書いてあったかな、思いながら、耐えますみたいなことが書いてあったんですね。これって素晴らしいことじゃないですか。心の痛みだけじゃなく体の痛みも、痛いな痛いな苦しいなっていう、本当に痛いわけですよ、苦しいわけですよ、だけどイエス様もうあの痛みを覚えられた、イエス様以上の苦しみなんてない、イエス様以上の悲しみなんてない、でもイエス様の十字架を思いながら、ああこういう痛みの、そのもっと痛かったんだろうなって